エネコのしっぽ強化記念、パチンコで何十連勝できるか検証してみたー、イエーイということでね、エネコのしっぽのクールタイムが22秒に短縮されたので、運営様がね、パチンコをしろと推奨しているので、パチンコで何十連勝できるか検証していきたいと思います。あ、そしてね、ドラフトだったらね、ちょっとパチンコをバンされる可能性があるので、最近マジイヤパレスバンが多いから、なのでとりあえずエキスパを入れてブラインドでやっていきたいと思います。まあこれはしょうがないよね、ドラフトっていうルールを追加した運営様が悪いですからね。これ別にスマホとかじゃないです、これはしょうがないことです。しかもこれ勝っても負けても俺らラッシュするから、あの圧勝してもラッシュするからね。だからこれは勝つか負けるか取られるか取るか、だからレックザだから相手にもいくらでもチャンスあるから、これはレックザ取ったもん勝ちですということでやっていきたいと思います。まあ編成はやっぱりそれは確定で、あとザシアも確定だよな。こいつのさユナイトマジでラスク能力高すぎるからね。でジュナイパーはまあ血流要因と、あと2分5秒ぐらいにレックザピットであのユナイト打つことによって相手をレックザピットに越せない立ち回りができます。なので皆さんパチンコするときはやってみましょう。てかさ、なんかパチンコさされて怒る人いるけどさ、あれってパチンコされる方が悪いですよね。だってポジション取っておけばさパチンコ相手できないし、あとラスク取られてさ負けたからパチンコに怒ってるんですよね。だからパチンコだってさラスクなんて取れればさ勝てるんだから、パチンコ怒る人おかしいと思います。俺なんかカビコ使ってるけど大丈夫？嫌だね。いいよ、編成はいいよ。さあやっていくぜ。待って、あえてさ初っ端からラスケ強いんだけど、バシャーもジュナイパーいるんだけど、厳しくないか？しかもパルスになるとブランキーに吸われるし、これちょっときつくない？もしかして初戦からちょっとね、カジャン行ってくるわ。相手の場所はもう育てたくないし、しかもカジャン失敗したとしてもこっちパチンコだから、いくら負けててもね勝ち筋がある。それがパチンコフルパだからね。行ってきます。相手多分中央バスだよね。これカバー来るかな。でもこれフルパだから普通にカジャンのカバー来そうなんだよな。でも俺あんまりカジャンしないから普通に殺される可能性あるんだよな。エネコだし、エネコだから逃げられないから普通に殺される可能性あるけど、赤幕には来ていないからエネコを使って、はい、エネコの尻尾クルタイム22秒。これマジでパチンコ推奨してるよな。さあ赤幕通っていくんだけど、死ぬの怖いからこれそのまま上に向かいます。てか上、あ、違うだな。ってことは相手中央誰だ。まあ いやこれだけ取るわ。これだけ食って帰ります。それるか、はい、どうって行く。あれもしかしてイヤパレスってカジャンとか強い？そしてプクリンも死にかけているが、これ届くかな。いけ、届け、届くんかい。ナイス、もう進化できた。もしかしてイヤパレス序盤最強なのか。下れへんでもモクロ一匹だから耐えられるか。ちょっと待って、ピカチュウレベル高くないか。おい、ピカチュウ5レベルになったんですけど、やばすぎ。もちろん奈々くんのレジは上押しだぜ。いけいけ、俺とトシャいれば削りめちゃくちゃ早いよな。エネコの尻尾もあるし、いやこれは3レジしたいな。3レジしてその最中にレッグザラッシュするのが一番理想的だから、ナイス。これは上押しでやっていこうぜ。これ壊せるかな、壊せるか、間に合うか、ノルノルなんか壊していく。いいよ、でもこれ上点数ないから壊せなさそうだな。ザシャも38しか持ってないから。相手はでも守りに来ないが来てる。まあエナジーがなかったらね敵を倒して生成すればいいだけだから、ナイスキャッチ。いいよ、いけるか、落とせるか、ナイス。上入っていく。でもエナジーがない、エナジーがない。いけいけ、敵を落として、エナジー落として、セカンドゴール壊そうぜ。な、てか味方が強すぎて、これ味方が強すぎてさパチンコする意味ないんだよな。これさめちゃくちゃ圧勝しててもさパチンコしなくちゃいけないからさ、普通にこっちにもリスクあるんだよな。あ、でもザシアン殺された。いや、これどうするかな、生きれるか。捕まったけどユナイトアリモアス、ユナイト撃ってからのステロ反射で、反射ダメージがでかすぎるけど殺されてしまう。まだけど全然いいよ。さあ2列のお時間がやってまいりました。てかマジで味方が強すぎてさパチンコする意味ないんだよな。だから大丈夫か、あいつら歯茎出てないか。ザーシアンとか歯茎出てませんか。死ぬんじゃないか、取れたけど、おい死んじゃった。これセカンドゴール壊したいんだけど、壊せるか、これソーブレイズ耐えられるか。あー、これは無理か。いや俺いけるかな、ユナイトあるからワンチャンいけるか。ユナイトステロ信じろ、おらー。マジで8ダメージ強いからね。はい、プクリンが溶けていく。マジでこいつ強いな。押せるか、まあ、ステロ置くだけでね相手削れるから。てかジュナイパー来てくれてるぞ、ジュナイパーと一緒に。あ、ユナイトある、ナイス。いいよ、ジュナイパーになると敵をどかす能力高いけど、ブラッキーが守っているが、いやこれ無理か。オッケー、ブラッキー落としてるけど、いやー助けてくれ。とジュナイパーだろ、ナイス。いいよ、いいだ、いやだら、いいよ。さあバシャーも落としていく。これいけるんじゃないか、攻められるんじゃないか。いや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 、体力がない、体力がない。あ、でもレジ力死んだか、クソ。さあ、あと40秒でレックス戦が始まるぜ。これ中央な、何秒ぐらいから陣取ってた方がいいんだろう。さあ上ゴールは削ってくれてるから取れるでしょう。ナイス、まあ、これセカンドゴールあるから相手守らないからな。ザシアン大丈夫か、ザシアン大丈夫か。これザシアン死んだら終わるぞ。エナジーなかったらマジでザシアン勝つだからさ、ユナイトも弱いからマジで気をつけて。あぶねえ、ユナイト準備完了ぞ。ジュナイパーは2分5秒ぐらい、相手が中央に集まりだしたらユナイトを撃って、あの敵を追い出してください。大丈夫か、これソーブレイズを見なかったら割ときついから、お前ちょっと歯茎出さないで、もう中央に集まり
まってきてくれ。中央集合。ディアドランはどれかで早いよ。ジュナイパーそのユナイト何早すぎない？ちょっと大丈夫それ？終わったけど、ね、ユナイト終わってますけど、それ何のユナイトでもバカか。おいふざけんなんだけど、こっちはパチンコだ。勝手に行くとパチンコだ。いけおせえ、初戦から負けるわけにはいかない。どれどれ俺が取っていく。初戦のパチンコを俺のステロで取っていく。雑誌ユナからもさ、ステロってラスギ取れるんですか、もしかして。なんだこのポケモン、そしてなんだこのゲームは。イカれちまってないか。自責じゃないぞ。闇闇、おい、相手パチンコだ。パチンコ対決だ。おーあちー、パチンコ、パチンコ対面、あちー、やる気出てきた。エネコは余裕で間に合う。早かったな。ほらほらほら、ナイス。中央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 。これ取られたら全部ジャスラションせいなんで、これ騙し打ちが痛すぎる。騙し打ちが痛すぎる。じゃあ一回リコールする。リコール、どこか痛すぎる。やばいやばい、ま、間に合うか俺、ま、間に合うか。ま、間に合うかこれ。行くぜー。やばいやばい、取られてる。関係ねー、男は黙ってラッシュや。うわー、取られてる。取られてるけど勝てるぞこれ。あと1体誰だ、あと1体誰だ、あと1体誰かいる。闇闇、闇闇がいるな。あ、ゴールしてくれてる。それはラッキーすぎる。闇闇、その、その、それはありがたい。え、これゴール乗った方が良かったんじゃないか俺。あ、大丈夫か。ナイス。これパチンコ負けたけど、俺らパチンコ負けたけど勝負に勝てばいいか。で、あと守れ守れ守れ、ゴール守れ。でもステロ置くだけで勝てるから俺。俺パチンコ負けたけど、負けたけど勝利と感動して OK か俺。やばい、シールドついてんのかこいつ。だってまだこっち200点入ってるから、まだ勝ってた、勝てるかな。うん、でもシールドない、あいつは。まだ勝ってるとはずだけどな。 俺ら上ゴールあるし。これもパチンコで接戦だ。接戦や。待って、俺ゴール入れてきた方がいいか。パチンコとしての勝負負けたから負け。だから俺ゴール入れてくるわ。ヤミラミがいる。でもヤミラミに少数入れられそうだな。でも点数ない。イワトレスは守った方がいい気がする。でも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 、あ、オッケーオッケー。俺上行くわ。ステロ最強だから。ヤミラミが、いや、ヤミラミ剥がれてなかったのか、そういえば。50はさすがに入らない。俺もいなたるから大丈夫。ヤミラミがいるけど大丈夫か。あれ中央ナイス。中央入ってない、うん、ワンチャン負けてたんだ。どうだろう。ゲームセット。どうや。あーちー。あちー。これ勝てんの熱。いい勝負すぎだろこれ。いないと思うけ、無理無理無理、黙れ。ルカリオ、ルカリオ、あいつ怖い、あいつ怖い、マジで。ほら、やばい。ユナイトで取るんだ。ありがとう、ありがとう、ザシア、ザシア、ありがとう、ありがとう。なんかパチンコ強い、もしかして。ルカリオやばい、あいつ、まあ、あいつを犠牲にして、もうユナイト打って犠牲に、あの、あれ、あれ、おらー、ヤミラミいる。ここでエネコを使ってユナイト打って止めていく。ナイス。これザシアンラスギ強すぎないか、これさすがに。さすがにザシアンやってないか、これ。安心安全すぎない。妨害無効で、妨害無効で取り切れんの強すぎないか、これ。トラミー VT 勝負や、ラズヒ勝負や、トラミー VT。 うわートラミー VT、 ごめんなさい、許してくれ、俺たちを許してくれ、許してくれ。
あ、バレるか。ラスギ狙わないから。これが現実。楽なんだよ。やっぱり。ワリアード空気だけどレッグザ。やべ、バシャいる。バシャも試合初めて、この企画初めてのバシャもか。しかもグレーアルマもなんか相手が強くないかあれ。相手強いけど大丈夫かこれ。集合。やばい、死にそう。死にそう。ブブブー。おらー。ね。ユナイドー。ラスギ構えとけ。ザシャー。ナイスー。おい、これ負けることある？この構成負けることある？負けるこれ。おい、相手同じとこに、おい、真似してきたぞ、相手。パチンコで真似してきた。勝たないと、これ。これ勝つしかない。負けたら逆におもろい。36。え？おい、パチンコがまだでしょうか。パチンコがまだでしょうか。な、お前、この構成で降参とかありえないだろう。お前、パチンコ編成で、降参はありえないだろう、うん、まだあるのにチャンス。わらわら、なんで。いやでもこれでもいいでしょ。でもさすがにこれ練習数えていいでしょ。相手の心を折るのもパチンコ編成だから。いやまだあるって、パチンコなら。なんで諦める。パチンコ失敗や、勝ち筋まだあるで。なんで負けてる時に勝つのか、パチンコなのに。何考えてんの。ステロ使わないからね俺。これラスギ取られたとしても押し込めば勝ちか。取られ、漢字のとこ取れた。え、関係ない。取られたとしても関係ない。違う。結局からしよう。馬車下に見えてるが間に合うか、さすがに。バナはラスギだけ狙ってもろて。痛い、俺死にそう。触れー。ユナイト早すぎだ。エヌコ、うわー、バンドクワー。俺マジレックル戦何もしないんだけど。なんとドレスは13がマストです。俺レックル戦さっきから何もしない。ステロ置いてエネコをしてるだけなんだけど。ピカ様知らず。おい、ザシアいるぞ相手。どっちのザシアがラスギ取れるかだぞ。相手しかも一撃じゃね。相手もパチンコ構成か。都内でオブジェクト寄らない方がいいかもしれない。ナイスパ。ちょ、これバリアードにラスギ譲んないと。ファイト勝ってるの草なんだが、いいぞ。待て、血を取ってこわ。一応血を見てる。ヘイダーの健康みたいで草。死ぬー。やばい、死ぬなら早い方がいい。いやでも耐えるな。危ねえ。終わったかと思った。パチンコ終了かと思った今。いや、あいつのマンムのせいで。やばい、これ血を入れるか。あ、意外と食べてない俺。岩パレスにないと思った。目が。教育どうなってんだよ。俺気にしないで、ラッシュしてください。気にせずラッシュしてください。教育かなってない。あ、頑張れー。取られた。あいつ CC 食らいまくってたな。今戻ってきたのに。今戻っ、敗北かパチンコ。使ってるな、なんか。終了のお知らせ。負け。ナイスゴー。やっぱパレスがいないとダメだな。これがいないと何もできないのか。リセット。配信終了です。配信終了です。今俺らなんて入れられた？相手ハピナスが入ってないぐらいじゃない？でもかなり勝ったやん、ね、まだ諦めちゃいけない。俺らには勇気のパレスユナイトがある。パレスユナイトで前半者や。こっから勝つ、それが俺たちだろ。いけー。硬すぎる、ピカユナ。痛い。ダメ。